さくら市議会議員の高木大輔です。今日も愛車の産業振興号とともに、さくら市のためにしっかりと働いてまいります。でどう思いますか？壊れてるのが楽しいです。でここにあるとどう思います？便利だと思います？はい、すごくある。駅から出てどうしようかなと。はい、